What's up, everyone? My name is Hikaru Mochizuki and I'm the head of Moonlight International Preschool. Thanks for watching. And today I'm here at Yumetown again. Yes, it's not a deja vu, don't worry. I'm at Yumetown again because I am again participating in the FM Hatsukaichi radio program. And this time not with Miss Allen. But I'm gonna talk about Moonlight International Preschool, so check it out. ヒルナンジャケン761金曜日のこの時間はゲストをお迎えしてお話を届けていただいています。今日のゲストは、あら、子供番組からやってきたなんか変な人みたいなんですけど、社会福祉法人ソラ認可保育園月の光国際保育園の望月園長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。望月園長、何かぶってるんですか？はい、これはあの月の光国際保育園のロゴマークの、はい、かぶ、あの、ちょっとかぶり物を。お月様ってことですね。お月様なんです。はい、なるほど。お月様になって今日は、はい、お邪魔してます。望月園長と私の出会いは2週間くらい前でしたかね。はい、20日市商工会議所で開催されました、はい、意見発表会で。そうですね、3分間ビシッとね園の PR をされて、しかも英語で、英語の部分もあり、うわーって思って今日お呼びしたんですけど。ありがとうございます、お声かけいただいて。なんと去年できた幼稚園、保育園。そうですね、保育園になりますね。去年の4月オープンしたばかりなので、まだ1年経ってないんですけれども。そうなんですね。で、国際保育園ってどういうことですか？国際保育園ということで、ちょっとまあ特徴がいくつかあるんですけれども、はい、まあ、まず認可保育園ということで、まあ、まず日本のこう保育指針っていう基準があるんですけれども、まあ、しっかりとそこをクリアして、はい、まあ質の高い保育を提供できるというところをまずあのクリアした上でですね、外国人の先生が、常に担任の先生として、保育にあたるので、まあ、常にこう英語がありふれた環境の中で子どもたちが過ごすということになります。すごい、ちゃんとした認可保育園でプラス英語が、はい、でアレン先生、 FM ハツカイチパーソナリティの。そうなんです。もうアレン先生もうちの、 あの実はその外国人担任の一人でして。そうなんですね。はい、普段はあの保育士、保育に、はい、入ってくれてます。はい、ホームページ、ね、月の光国際保育園と検索していただきますと素敵なホームページ出てくるんですけど、その外国人講師の方も皆さんこう教育の、ね、知識がおありの方ですよね。そうですね、あの、やはりその英語教育も質というところをですね、あの重視したかったので、まあ、ただ単にこう英語が話せる外国人でいうというわけではなくて、まあ、やはりその祖国で、教員免許を持っていたり、まあ、英語教育に経験が長けていたりとかっていう方をのみを集めております。へー。で、この国際保育園、月の光国際保育園、どちらにオープンしたんでしょうか？はい、これが廿日市市大野の、エリアなんですけれども、あのチューピーパークだったり、はいはい、あの大野東小学校だったり のすぐ近くになります。あ、じゃあチューピーパークや大野東小学校があるあの山の方の田んぼのところに。そうです、ね、そうです、田んぼのところ、本当にもう去年ぐらいまでは田んぼだったんですけれども、そちらを。そうなんです、はい、あそこの道を走ってたら見えますか？ちょっと見えないので。見えはしない。そうですね、ユアーズさんがちょうど近くにあるんですけれども、そこ の, あの、道のところちょっと入っていただくと。ユアーズのじゃあすぐそば。すぐそばです、はい、裏手になりますね。なるほど、はい、もう英語の教育もあるって、外国人の先生もいらっしゃるということですけど、はい、全部英語なんですか？全部英語というわけではなくてですね、もちろんあの、はい、認可保育園なので、やはり日本人の、はい、保育士資格ですね、うん、こちらを持っている方があの一定数必要なので、そういった、まあ、日本人の保育士はやはりあの母語である日本語をしっかり使って、やっぱ子どもたちは日本人なので、はい、日本語の力も、あるいは日本の文化だったり、はい、そういうものもあの大事にしております。なるほど、はい、いやもちろんね、こう子供をバイリンガルにさせたい、英語に触れ合いさせたいとは思うけど、はい、全部英語っていうのもなんか困るなって ねやっぱり、はい、ちっちゃいうちから ね、そこはじゃあ日本人のちゃんとした保育士の方がいらっしゃるということで。そうです、はい、
安心ですよね。そうですね、やはり日本人として大切なところはしっかりと育てていこうというところですね。なるほど。でも半分日本語半分英語となるとなんかすごくこう高そうなんですけど、お料金とか聞いてもよろしいですか？そうですね、料金の方がですね、まあ、保育料というのはどこの園でも、かかるものがあるんですけれども、うん、はい、まあ、ただ去年の10月に、保育料が無償化されて、まあ、年少以降ですね、はい、年少年中年長のクラスは保育料は無償化なので払わなくていいことになります、はい、基本的には、はい、で、うちはその英語教育費という形で今4800円を、保護者の方に負担していただいています、月々ですね。じゃあ他の、まあ、いろいろ特色はみんなね、はい、ありますけど保育園幼稚園、はい、プラス4800円のだけ。そうですね。でもどこの幼稚園もうちは体操教室プラスとか、はい、ね、そういう、そうですね、そういう感じなんですか？はい、なのでもう本当に赤字覚悟で今頑張ってやってるところです、はい、すごい。でもなんか望月園長ご自身が実はインターナショナルスクール、はい、東京の出身。そうですね、インターナショナルスクールで長く教員をしておりまして。教員を。そうですね、14年ほど、まあ、本当は最初はこう公立の小学校だったり中学校であったりで勤めてたんですけれども、やはりちょっと英語教育っていうのをもっといろんな形を目指したくてですね、インターナショナルスクールの先生として、しばらくやっていました。でも東京のインターナショナルスクールっていうのはつまりずっと英語ですよね。基本的にはずっと英語ですね。はい。じゃあ、まあ、なので、そうですね。海外のお子さんであったり、帰国子女のお子さんであったりを、預かって、まあ、外国人の先生は英語なんですけど、私は日本語を教えてたので、国語を教えてたので。そうなんですね。でもそういう意味じゃ本物の本物のバイリンガルってことですよね、望月園長ね。そうですね。私自身もやっぱりこう幼少期に、うん、はい、1歳から5歳までオーストラリアにいまして、で小学校3年生から中学校1年もアメリカに、住んでいたっていう経験があるので、やっぱそういう経験が私自身あったもので、はい、でそれでこうやっぱりバイリンガルに英語も得意になったっていう経緯があるので、やっぱそういう環境を子どもたちに、日本の子どもたちにもこう身近に準備できたらなということで、はい、開園をいたしました。ね、まさにご自身が帰国子女でバイリンガルでいらっしゃってという点が、私はなんかそれを聞くとすごくこう信頼できるなって思いました。でこの間の商工会議所でのプレゼンテーションの中で、はいはい、私よくプレゼンテーションのね、こう、はい、人に伝えるには、うん、数字を言うとか具体的なこう固有名詞を言うといいですよなんてこうお伝えするんですけど、なんか3000時間という数字がすごく印象に残ったんですけど、はい、その3000というのを教えていただけますか？そうですね、ちょっとまあ一つの、指標といいますか、まあ、ある一つの言語を獲得するまでに、どのくらいの時間がかかるかっていうのをいろいろ研究している、機関がありまして、はい、まあ、言語によって違うんですけど、英語と日本語ってすごい言語の距離が遠いんですね。全く違う言語体系なので、でやっぱり3000時間とか、まあ、2500時間とかいろいろ、まあ、そのぐらいはかかってしまうという、うん、計算があったんですけれども、まあ、それをちょっと引き合いに出させてもらって、で、まあ、うちの保育園だと、3歳から5歳までは先ほど言ったように、外国人の先生が英語を常にこう話している状態なので、まあ、例えばこう1日5時間ほど英語に触れて、毎日登園をすると、まあ、その3歳から、5歳の卒園までにその2500時間だったり3000時間という、こう英語に触れる、時間を確保できるというところをちょっとプレゼンの中でお話をさせていただいたんです。なるほど、はい、そうなっちゃうんですね、1日5時間で、そこを目指してるんですけど、はい、まあ、私やっぱりなんといっても幼稚園の時にアラン先生がいたとか、あと、ね、アフリカ系の先生もいらっしゃるし、はいはい、そうですね、こう個性豊かな、そしてこうボーダレスな、ね、はい、方とこう知り合いになっていろんなことを教えていただいたって、こう耳でこうリズムを覚えるのってすごい大事なことですよね。そうですね、はい、おっしゃる通りです、はい、ね、で料金がそんな変わらないんだったらって結構人気なんじゃないですか？そうなんですよ、もうおかげさまで開園して本当に数ヶ月で、0、1、2、3歳は全部埋まってしまってですね、あと 4,5 歳はどうしてもちょっと他の園から転園なのでまだちょっと空きはあるんですけれども、はい、そうなんですか、分かりました。じゃあまずちょっとここで曲をブレイクをして、はい、さらにお話伺っていきましょう。望月園長のリクエスト曲なんでしょうか？
はい、まず1曲目がですね、はい、宇多田ヒカルさんの、はいはい、オートマティックを、はい、どうしてですか？これは宇多田ヒカル様の海外に住んでらっしゃって、やっぱその帰国子女っていうすごくこうポジティブなイメージに変えてくださって、私の中で、結構やっぱり帰国子女とか海外に住んでたところはちょっと劣等感とか負い目に感じてたところもあったんですけど、彼女がすごいこう活躍してくれて、自分もすごい励まされた思いがあるので、はい、今回選びました。なんか聞くところによると、帰国子女だからこそみんながこう英語ができて日本語もできて成功するわけじゃないね、結構しんどい思いされる方の方が実際は多いっていうこと、しんどい思いの方がもしかしたら多いかもしれないですね、その方が多いみたいですよ ね、なるほど。じゃあお届けしましょう、オートマティック。日本語と英語が半々でというね、保育園なんですが、こう年間行事ってどんなものがあるんですか？そうですね、年間の行事として、日本の行事と、国際保育園なので、世界の、いろいろな国の行事っていうのをこうミックスして、バランスよく、やるようにしています。例えば、日本の行事としては、節分だったり七夕だったり、そういったこうオーソドックスの日本の行事ももちろんしますし、国際行事としてはちょっと変わったものだと、イースターとかサンクスギビングとか、そういったものを祝ったり、運動会もこうただ単に運動会という形でするのではなくて、こうミニオリンピックという風な形でちょっとこう国際感覚を出してみたり、あとハロウィンとかクリスマスも祝っております、楽しい、そういう楽しい経験がね、やっぱりこう心を豊かにしますよね。そうですね、間違いないです。やっぱ子どもたちには楽しんでもらうのが一番なので、なるほど。私なんか個人的に幼稚園でね、お茶の時間があったんですよ、仏教の幼稚園、すごいそれがやっぱり残ってますよね。そうですか、そういうもんですよね。そうですね、やっぱり子どもの時の楽しい経験、大人になっても、生きてくると思うので。そして今日もね、ずっと YouTube の動画が回っていてちょっと緊張しているんですけど、動画すごい、 YouTuber なんですか？そうなんですよ、もう YouTuber、 延長 YouTuber ということで、延長 YouTuber はい、やっておりました。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いしたいと思います。はい、本当すごいですね。で、望月園長、先ほどから関東出身の方で、であちらでこう小中高の教員経験、インターナショナルスクールの教員を経験してらっしゃって、なんでこの大野の田舎に来ちゃったんですか？いや、田舎というとちょっと言い方がなんかじゃないですか。そうですね、私も大野ですから。そうですよね、大野のご出身で、いや、すごくこう扱い地とか大野の地域って、本当にこう風光明媚というか、山もあってこう海もあって自然がすごい豊かなので、まず環境としてやっぱりこうそういう自然がたくさんあって、こう四季の移ろいとかを感じやすかったり、こう身近にこう野菜をこうすぐにこう塗って畑をこう身近に感じられるとかっていう、そういう環境があるっていうのはすごくこう保育だったり教育だったりに、子どもたちにとってこういい環境なんですね。でまずそこをすごく大事にしたかったなというのと、廿日市市がすごくですね、今子どもの数がすごい大野のエリアですね増えていたり、新しくこう住宅が建っていたりっていうすごい勢いがあるんですよ。そうなんです、なのですごく勢いがあるというところもありますし、その廿日市市がすごくこう、うちがこう国際保育園とか英語で保育をするっていうと、なかなかこうちょっとそれは聞いたことないからやめてほしいなという感じのこうリアクションの自治体も他のところもあったんですよ、実は。そうなんですか。ですけど廿日市市はすごくこう温かく、ご支援いただいて、ご理解いただいて、支えていただいたという、子どもかのですね、職員の方々もすごい温かくて、すごく支えていただいたという経緯で、本当にそうなんですわ、嬉しいです。いや、本当に。でもその月の光の被ってて、なんか大丈夫って言われませんでしたか？これはこういう時しか被らない。普段被ってるとやっぱりね、ちょっと怪しい人になっちゃうんですけど。ですよね。大丈夫です。普段は被ってる。普段は被ってないですからね。はい、大丈夫です。なるほど、わかりました。でも、こう、望月園長のようなね、こう、帰国子女で、そしてそれを活かして、こう、ビジネスにしてらっしゃるという、そういう存在も、ここにはとっても貴重ですし、またね、今後、いろんな場面でご活躍されるんじゃないかなって。本当期待しております。で、認可保育園、あくまでもスタートであり、まだまだ夢はあると。これはどういうことでしょうか？そうですね、本当に認可保育園オープンできたっていうのはすごくこうありがたいことで、もう本当に今ワクワク毎日して子どもたちと楽しく過ごしてはいるんですけれども、やっぱり今後、今すごくこの月の光国際保育園の人気をおかげさまでいただいているので、今後こうやっぱり2園目3園目とかっていうのを拡大していきたいなという思いもありますし、2園目3園目と、そうですね、拡大して
していきたいと、はい、いやすぐなんじゃないですか。あいやいやもうこれから、はい、頑張っていきたいです、はい、そうなんですね。なるほど。でもなんかこう私個人的に思うのが、はい、もちろんやっぱりねこう幼稚園の時期に英語触れさせたいと思うけど、はい、小学校入ったらまたね機会がないですよね。そうなんですよ。でこう結構早く早くお母さんたち始めさせたいって思っても、はい、やっぱり中学校になってやっぱ本格的に始まって、はい、でまあ実際は中学になったら受験英語で嫌になってってパターンが多いですよね。ありますね。そのあたりはどういうふうにこう考えていらっしゃいますか。そうなんですよ。なので今そういった、まあ、卒園後のやっぱり英語力はせっかくこの保育園の時期に、うんうん、ついてもやっぱその後伸ばせないと意味がないので、うんうん、今はこう直近で考えているのはそういった英語のアフタースクール、うんうん、まあ今廿日市市のこう英語教育ってすごい公立の小学校もすごい優れていて、うんうん、今頑張ってALT の方をこう1年生から、はい、準備してされていたりしているので、はい、まあ、それにプラスしてこう英語のアフタースクールっていうことを、うん、開講したりですね、はい、まあ、ゆくゆくはこう小学校のような、うん、まあ、うちのこう特色を生かしたようなこう小学校っていうのを開講できたらいいなという夢も、うん、はい、今考えております。なるほど、はい、ね、今こうちっちゃなこうジュニアを育てていらっしゃるから、はい、ね、そこがこう10年後、そうですね、15年後ったらもう社会人ですもんね。そうです、そうです、幼稚園児、はい、彼らがもしかしたら手伝ってくれるということ も最高ですね。そんなことになりますよね、はい、ありがたいですね。そんなアレン先生と望月、はい、園長もまだ生きてますしまだ生きてたいですね。まだ生きてます、はい、まだ生きてたいです、はい、ね、であとはまあこういった YouTube ですとか、はい、あと私が苦手なテクノロジー、 IT ロボットとか VR、 これをどうしたいっていうことですか。そうなんです。今やっぱりこう今からこう本当にスマホとか、はい、ほんの10年前15年前はこうみんながこうやって持ってるなんて誰もこう信じられないような状況なんです。すごくこう世界っていうの変わってきていて、はい、でもこう保育とか教育ってよく考えてみると私たちが子どもの頃とあんまり変わってなかったりするんですよね、うんうん、それはそうですよね、うん、なのでやっぱりこう保育とか教育もやっぱり変わっていかないといけないと、うんうん、でそういった世界でこう今後活躍する子どもたちなので、うん、こう将来大人になった時にそういう世界でも活躍できるような力ってとか、うん、まあ資質だったり、うん、そういったところをこうしっかりと伸ばしてあげたいなという思いもあって、なので今後その、まあ、テクノロジーが今こう AI とか、はい、まあ、ロボットとか、うん、VR とかいろいろこう進化してると思うんですけど、うん、そういうものもこう毛嫌いするんではなくて、うんうんうん、積極的にこう取り入れられるところは取り入れていきたいなと、うんうん、そうですよね、そう、まさにこう英語にしてもこう毛嫌いしてる人ってやっぱり多いし、はい、勝手に苦手意識持ってね、うん、はい、まあ、私はテクノロジーを毛嫌いしてるんですけど毛嫌いをしない環境を作るっていうのがやっぱり子供の頃から大事ですよね。可能性を広げていきたいですね。わかりました。いや頑張ってください。ありがとうございます、ね、はい、はい、だから場所をじゃあもう一度説明していただけますか。はい、場所がですね廿日市市の大野にありまして、はい、ちょうど近くにシューピーパークだったり、うん、あと大野東小学校だったり、スーパーマーケットのユアーズさんだったりの、すぐ近くになります。はい、ぜひ月の光国際保育園と検索していただきますと出てきますし、そうですね、YouTube もね見ていただけますから、はい、じゃあ私も楽しみにしております。 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、今日のこの時間のゲストは社会福祉法人そら認可保育園月の光国際保育園の望月園長でした。では最後に曲をお届けするんですが、この曲は園長が、そうですね、月の光国際保育園の演歌ですね。演歌、はい、演歌です。はい、演の歌ですね。なるほど、はい、私が実は作詞作曲しまして、タイトルはあるんですか。タイトルはですね、タイトルはない、月の光国際保育園演歌しかないです。演歌、なるほど、はい、シンプルに、はい、じゃあ演歌どうぞ。はい、 ありがとうございました。どうもありがとう。